秋篠宮家の眞子さまと小室圭さんの結婚について、宮内庁は10月1日金曜に正式に発表する予定で調整を進めていることが分かりました。眞子さまと小室圭さんの結婚については近く発表されると見られていましたが、関係者によりますと、宮内庁が1日に正式に発表を行う予定で調整を進めていることが分かりました。結婚に伴う 一連の儀式や結婚式は行われない見通しで、天皇皇后両陛下への挨拶は、真子まを一人で非公式に行われるということです。10月1日の発表時には、結婚やお二人で臨むと見られる記者会見の日程などのほか、儀式が行われないことや支給されない見通しの一時金について、秋篠宮家の側近幹部や宮内庁長官が説明すると見られます。